今回なんですけども、委任の解除について解説します。民法651条の内容ですね。で、まず、当事者、まあ、委任者及び受任者ですね、はいつでも解除することができます。つまり、事務処理を任した側も、任された側も、いつでも解除することできますよ。委任契約を解除することができますよ。っていう話です。ただし、丸1、丸2の場合、やむを得ない事情がある時を除いて、損害を賠償しなければなりません。つまり、1番もしくは2番に該当する場合であって、かつ、やむを得ない事情ではないといった場合は、損害賠償してくださいね。っていうことです。まず一つ目、相手方に不利な時期に解除をした場合、例えば委任者が緊急で何か事務処理を行っていただきたいということで、受任者に対して仕事を任せる、事務処理を任せました。で、事務処理を任された側が、契約解除をしてきたと言った場合、この場合、私はちょっと緊急にやんなきゃいけない仕事で、私にとっては今の時期、この時期に解除されると、まあ、すごく不利で、しかも損害負っちゃうといった場合ですね。まあ、こういった場合は、相手方、委任契約、解除することできるけれども、私にとっては不利な時期だったから、その部分については損害負ってくださいね。っていうふうに、解除した側は損害賠償をしなければなりませんよ。といった内容です。で、続いて、二つ目ですね。かっこもっぱら報酬を得ることによるものを除く、をも目的とする委任を解除したとき。まず、もっぱら報酬を得ることによるものって、どんなものかというと、委任契約の場合っていうのは、原則無報酬なんですけども、特約することによって、報酬がある場合もありますよね。その報酬のことです。その報酬だけついているっていう委任契約ですね。この場合は、この2番から除きましょうっていう話です。それ以外の話ですよっていう内容なんですね。委任者の利益をも目的とする委任。まあ、こういった内容の委任ってあるんですね。そういった委任を解除したとき、この場合も、やむを得ない事情がある時を除いて、損害賠償しなければなりませんよ。っていう話です。で、この内容ですね、ちょっと、まあ、重要な点になってくるので、個別指導ですいません。お伝えする流れになります。とりあえず、今回は、この条文が、どういった構造になっているのかっていうのを解説いたします。まず、委任契約の解除において、まず、1番、2番、どちらか一方に当たる場合、またどちらにも当たらない場合で分けることができます。1番2番に当たらないというのであれば、この場合は解除したとしても損害賠償しなくても良いです。で、一方で1番2番に該当する、どちらか一方に該当する場合、かつやむを得ない事由がある、やむを得ない事由に当たるというのであれば、その場合は賠償しなくても大丈夫です。やむを得ない事由っていうのは、例えば、受任者側の身内に不幸があって、任された事務処理急遽できなくなっちゃった。といった場合とかですね。あとは転裁とか。転裁によって事務処理をすることができなくなっちゃった。とか、そういった場合ですね。まあそういった場合はやむを得ない事由に当たるので、損害賠償しなくてもいいですよ。で、一方で、1番もしくは2番に該当して、かつやむを得ない事由もないと。いうのであれば、それは損害賠償しなければいけませんよ。っていう話です。で、ここに、もっぱら報酬を得ることによるものを除くって書いてあるんですけども、じゃあ、この場合、損害賠償しなければいけないのか、損害賠償しなくてもいいのか、なんですけども、この場合っていうのは単に、委任契約で報酬がついているっていう話なんですよ。なので、その場合っていうのは、普通に1番、2番に該当するかを考えたらいいだけなんですよね。つまり、報酬のある委任契約で、で、相手方に不利な時期に解除する。で、かつ、やむを得ない事由がないというのであれば、損害賠償しなければいけません。また、報酬のある委任であって、かつ、委任者の利益をも目的とする委任だったと言った場合、それを解除する。そして、やむを得ない事由がないというのであれば、賠償しなければならないという流れになるということですね。つまり、この正し書き以下の部分ですね、2行目以下の部分、2、3、4行目っていうのは、まとめると下の図になるんだというところを押さえておいて、かつ2番のこの委任者の利益を目的とする委任ってどういったものなのか、ここもしっかり頭に入れていただければと思います。すいません、今回はちょっとこの部分については受講者さんのみ解説する流れになるんですけども、まずはこの下の図ですねを頭に入れていただければと思うんですけども、まあ考えていただければこの下の図っていうのは当然かなっていったイメージなんですよね。
基本的に委任契約解除しても損害賠償はしなくてもいい。これがまあ原則みたいな感じで考えて、例外的に損害賠償しなければいけない場合もありますよ。それはこういった場合ですよと。これ当然ですよね。相手方に不利な時期に解除した場合、損害賠償しなきゃいけないでしょう。でもやむを得ない事由があって解除するのであれば、まあこの場合は損害賠償まではしなくてもいいですよねと、まあ言った内容ですよね。まあこのように内容を考えていただければ、下の図っていうのはまあ自ら書けるようになりますんで、ちゃんと上の部分を理解していただければと思います。でまあ今回ねお伝えできなかった部分については個別指導で解説させていただくんですけども、まあこういった部分が理解すべきところなので、こういった部分をちゃんと理解したいという方はぜひ個別指導ご検討いただければと思います。理解すべき部分を理解できて初めて合格できますんで、理解学習を実践したいという方はぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。行政書士試験の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。